こんにちは、授業準備 TV です。1年間使ってきた教室、感謝を込めてピカピカに。年度の最後に行う教室の掃除、限られた時間の中で効率よく掃除するにはどんな準備をしたらいいの、とお悩みの先生もいるかもしれません。今回は年度末スムーズに大掃除するための4つのポイントをご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。年度末、子どもたちがスムーズに大掃除するための4つのポイント。1つ目は大掃除の計画を立てるです。人数、内容、注意事項など先生が書き記せる範囲で紙に起こし、子どもたちに配布して内容を確認します。事前にメモをしておいたり、プリントを作って掃除すべき箇所をまとめると、掃除し忘れ箇所の発生を防げるそうです。また、プリントにして確認することで、大掃除にあたって子どもたちの共通認識を図れるというのもポイント。ちなみに投稿者の先生は、大掃除の作戦というタイトルと、みんなでテキパキ協力してピカピカに教室をきれいにしよう、教室に感謝を込めて、とサブタイトルをつけたそうです。年度末、子どもたちがスムーズに大掃除をするための4つのポイント。2つ目は割り当ては前日までに決定するです。1つ目のポイントで紹介したように、どこの箇所を掃除するかリストアップしたら担当する人を決めていきます。そうすると当日すぐに作業に取り掛かることができます。例えば黒板2人、黒板を黒板消しで消す、水拭きをする、黒板の上も水拭きをするといったように、具体的に何人でどんな掃除をするのか分かっていると効率よく進めることができます。また前日までに担当を決めておくことにより、子どもたちが掃除に必要な道具を持ってくることもできます。年度末、子どもたちがスムーズに大掃除をするための4つのポイント。3つ目は子どもたち主体で行うです。限られた時間の中で隅々まできれいにするためには、先生の指示待ちになる時間を極力減らし、子どもたち自身で動いてもらうことが重要です。子どもたちが自主的に行うことによって、当事者意識を持った取り組みにつながります。ちなみに投稿者の先生は、子どもたち自身で役割分担を決めさせる、取り組みに向けた目当ての発表をさせるなどを通して子どもたちへの意識づけを行ったそうです。年度末、子どもたちがスムーズに大掃除するための4つのポイント。4つ目は教室に感謝を込めて行うです。投稿者の先生は、借りていたものをきれいにして次の学年に渡すという意識を持たせて取り組んでいるそうです。誰かのために動くことで意識が高くなるそうです。今回は年度末スムーズに大掃除するための4つのポイントをご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。